ラプラタカワイルカは南アメリカ南東部の大西洋岸に生息するイルカである。原生群では本種のみでラプラタカワイルカ化を形成する。ラプラタカワイルカの生息域はラプラタ川河口を含む南アメリカの南東部の海岸である。北限は南海基線、南限はアルゼンチンのバルデンス半島周辺である。ラプラタカワイルカは生態では 体長の15%にも及ぶ非常に長い興奮を持ち、これはクジラメの中で体長比としては最も長い。生体の体長はオスが1.6メートル、メスが1.8メートル、体重は50キログラムに達する。体色は灰色がかった茶色であり、腹部はやや明るい。胸びれも体長に比べて非常に大きく、幅も広い。胴との接続部は狭く、 形状はほぼ三角形で、後ろ側の円はギザギザである。噴気口は三日月型であり、首のシワのすぐ前方に位置する。背びれは、下部は広く、先端は丸くなっている。他のカワイルカが、名前の通り淡水の河川に生息するのに対し、本種は塩水である海洋及び川口域に生息する。本来住むべき海洋へは、ほとんど行かず。 ほぼ一生の間を河川で過ごす個体もいる。本種は非常に滑らかに、かつゆっくり泳ぐため、水面が穏やかでない限りは、目立たず、見つけるのが困難である。単独で、あるいは小さな群をなして行動する。15頭もの群が観察されたこともあるが、例外的なものである。海底に生息する生物を主食とする。腸内容物の調査から、タコ、イカ、 エビなどを含む少なくとも24種類の異なる種を食べることが分かっている。何を食べるのかは生息域によって異なり、その海域に多く生息するものを餌としている。逆にラプラタカワイルカの捕食者はシャチやサメの一種である。妊娠期間は10ヶ月から11ヶ月である。数年で成熟し、メスは早い個体では5歳で出産するようである。 寿命は20年程度である。本種は1844年、ポール・ジェルベート・アルシド・ドルビニにより、新種として報告された。種小名のブランビリは、フランスの動物学者であるアンリ・ブランビジュへの懸名。フランシスカナと呼ばれることも多いが、これは生息域であるアルゼンチニやウルグアイでの呼び名である。同じく生息域であるブラジルでは、トニエハと呼ばれており、 カチンボという別名もある。環境保護論者からは、毎年多くの個体が刺し網の被害になっており、種の安定的な存続を困難にしているという指摘がある。1970年代の調査では刺し網による被害はウルグアイ沖で最も多いことがわかっているが、近年は南ブラジルとアルゼンチンの沖での被害が最も多いと考えられている。 これら3カ国の生物学者は、実態調査の必要性を表明し、調査に対する国際支援を訴えている。全生息数及び、生息数の変動は不明である。コンベンション・オン・マイグラトリー・スピーシーズ・ページ・オン・ザ・ラプラタ・ドルフィン・海正保乳類図鑑、ラプラタ・カワイルカ国立科学博物館動物研究部、ありがとうございます。